よお前ら、俺様だ。ね、太陽がボーボー燃えてますね。ちょっと曇ってますけどね。今日はこちらの方はあのアイマースレーザーです。あ、なんかあれですよね。なんか忍者の格好してますね。そうです。忍者いつも普段から忍者。普段は違う、全く違う。今日はハロウィンってことだ。コスプレで。普段どういう動画を、主に兄弟動画などを上げてます。兄弟動画、はい、あの京都大学に行って撮影するんですか。いや違う、妹と。あ、妹さんが、あ、はい、あ、じゃあその、はい、兄弟でなんか仲良くしてるところを、はい、視聴者が見て、あ、いいなって思う。あ、そういう感じです。あ、そうなんですね。アイマースっていうとあれですか、なんかアイドルバスターズでした。いや、そういうことじゃなくて、この挨拶がみんなのためにアイマースなんですよ。あ、それでアイマース。なんか大切にしているものってなんかあるんですか。大切にしているもの、やっぱ iPhone ですかね。 iPhone が大事、はい、じゃあもしその大切な iPhone を文人さんにボーボー燃やされてしまったらどうしよう。いやー、弁償してもらいます。ちゃんとカッパにバックアップは取ってあるんで、端末だけ弁償してもらって。弁償してもらって、はい、弁償って言って、あ、じゃあ弁償しますって言って、あのうんこをボトッと落とされて、それをボーボーして弁を消却する。はい、弁償って言われちゃったんで。いやー、ちょっと怒りますね。これ刀で切り倒します。そうですよね。じゃあちょっと最後にあの究極の質問があるんですけど、妖怪ウォッチの磁場にゃんってあの分かりますか。分かりますよ。あ、これが究極の質問じゃないですよ。あの磁場にゃんがしているあの汚らしいおしっこ用の腹巻きを、はい、あのまあ俺様は燃やしたいと思うんですけど、はい、磁場にゃんの腹巻きをボーボー燃やすことについてどう思いますか。いやー、ちょっと妖怪ウォッチ好きなんでそれは許せないです。あー、そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、今日はアイマースルイさんでした、はい。それではさよなら。ブーボーブーボーブーボーブーブーボーブーボーボー。